グッグッグッ。なぜ口つけてる嫌かじゃないと潔癖症じゃないんだよ。変に病気うつったらいかんから。本人は病気持ってないと思うけどさ、人にないものを持ってる場合が多いあるからね。だからうがいがそうなんです。はい、生きた人に対して病気がうんぬんだから風邪持っててられ他の病気持ってるのが嫌で言うんじゃなくてさ、もう自分を守るために。こちらにハブがいるって伺ったんです。ハブ、噛まれたことありますか？噛まれたら終わりさ。噛まれたら病院に行けんじゃない？どうして行こうか、ここ病院に。今まで見たことあります？見たことあるよ。テントの中に一回入ってきたから。そういうことはもう一応頭に入ってここに住んでたんだけどさ、はい、よく考えたらね、ハブは決して向こうから襲ってこない。あ、そうなの。自分の生きるためとかなんかね、その危害を加える、まあ蚊が血を吸う、これ子孫を繁栄のためとかね、だから何でもさ、それ以外にこいつ痛めてつけだろうというような生き物は一つもおらんね。人間だよ、自分の欲得のために動くのは。人間だけじゃないから、人間の自分の欲だけね。だからここはそれがないからね。その例えば食べ物、他の貝を食べたりとかするときはやっぱりその申し訳ない気持ちっていうのは、そりゃそうだ。それ5、6年ぐらい前からそういう気持ちになってきたね。なってきたとか、もう自然のこの環境で僕はいつの間にかこういう人間になってきたね。しかし問題だけどね、魚釣り今しなくなったんだよ。あ、そうなんですか。魚に悪いもん。ウミガメが卵を産むと産卵に上がってくるんだよね。この島に、うん、ほら、カメから見ればここは本当に楽園だよ。ほら、人が僕らしかおらんからね。いや、とんでもないね、今か僕はそれとてもできんね。それでね、その浮かしてね、海に流れ着いて、海に向かってわーっと小さいこれからのカメがね、行くのを見てるからさ、ほんまもう鳥肌立つほどその生きるっていうことの執念で海に向かっていくね、亀の団体を見るとね、そういう気にこの島が僕をそう変えてしまったんだよ。いいか悪いか分からんけど、それで変えられたってそんな不便してないから、不便になってないからいいんじゃないかなと思うね。今蚊とか刺されても、じゃあもう殺さすわ、いっぱい叩いたりしないですか。まだするすわ。あ、まだする。これも蚊戦うようになりゃ本物だろうね。なるほど。これはやっぱり怪異から殺すね。あ、これはまだ人間できてないけど本物になりゃ本物かもしれない。まあそこもそれは無理だろうね。この現代社会の中でこれは便利だとか、これはあってよかったとか今でも思うものないですか？あ、それはライターだ。ライター。これはね、これほど便利なもんないね。これはね、もう使うたんびに感謝してるよ。運命の力としてね。なるほど。現代社会で3つ悪いこと、最悪なことを挙げるとしたら何ですか？宗教と資本主義。金と祈りが世界を壊してる。祈りで世界が平和になったかね。戦争が起こるだけだろう。もしそのラジオで世界が何か変わったら、もう戻ることは考えられたりします？ないない。どんな子、世界が変わろうが何が変わろうが、もうここは行こうか。動かないじゃん、動きたくない。絶対こう死する。こんないいとこなんかもう多分ないよ。聞いた話ですけど、長崎さんはもうここで、この島で死ぬということを決めていらっしゃる。そうだよ。なぜここで死ぬことを決められたんでしょうか？だってここに、ここで死ぬしかないだろう。もうお墓に入りたいとも思わんしね、兄弟に言うとおりで、死ぬのはここだと。人に迷惑をかけられたかかけずに死にたいさね。だから病気と怪我にもなりたくないしね。まあ自然に、ね、まあどうせ死ぬのはもう近いからね、何年も先じゃないからさ。例えば台風かなんかで一気にやられてさ、
もうそら誰も文句言わんから、言われんからね。いやだから今死に対しての恐怖感もないし、うん、僕はこういう死ぬのが一番いいだろうね。一番似合ってるね。長崎さんがお亡くなりになった後、死後の世界とか第二の人生とかあると思いますか？No. もう死ほどすごいものはない。死そのものにはもう完全に終わりね。だから死後の世界とかさ、だからもう一切それでもう人間断ち切り。この広い自然がいっぱいの島にお一人でお住まいになられて、時、まあすごい綺麗な自然だと思うんですけど、寂しいと思う時ありますか？悲しいとか寂しい。また一番くだらない質問だ。それこそくだらない質問だね。寂しいとか退屈だね。ある僕の生活見ててあるわけないよね。前することいっぱいあってね。悲しい時もないですか？悲しい時もないですか？悲しいなんてここ起こるはずがないじゃない、ここじゃ。ただ鳥が死んだ、なんかの襲われて死んだのを見て、ああかわいそうにという気持ちが出るぐらいでさ、はあ、ならそんなのないわ。そんなもんで浸っとったら生きていけんわ。要するにそういうロマンチストな気持ちになったらね、もっと現実的だよ。そのいくら平和だちゅうでも、その中にはね、現実のだから自然に従って完全に自然に服従して生きてるんだからさ。今でも女性はお好きですか？好きは好きだよ。いいよ、自分はいいよ。それもちょっとここに合わん質問だね。そんな汚い話するな。この島に誰か、例えばホテルのリゾートとかがホテルを建てたりとか、何か工場とかが建てられてしまったらどうしますか？それはないだろう、多分そういうことはありえないよね。それも命がけで守るね、ここ。そういうことないよね。日本ってすごい、世界で見ても自殺がすごい多い。何が多い？自殺、自殺が多い国だと思うんですけども、うん、あのここの島に来る前に長崎さん一度でも自殺したいと思った時があるんですか？ないね、それは。うん、自殺しよう。かなり前向きだよ、ずっと今まで人生は。だから前向きだから、いい、その僕の環境に合うような場所がないかと思ってあちこち探して、あとは前向きだよ。だからここに来たのも前向きだろ。やっぱりその自殺ないね。長崎さんがここにいるっていうのは無人島がお好きなのからいるのか、それとも一人になれる場所がだからここさて、さて、こんばんは、質問だね。偶然ここの島にたどり着いたって言った方が正解かな。それが正解だってなったわけだね。うん、よかったわ。もうあとどっかいいとこあるって言われてもいかんね。ここから離れないね。いやー、ここだけでいい。これでもう十分すぎる。僕にはもったいないよ、この自然は。ほんと素晴らしい自然。じゃあここだけは僕はもう生きてるうちはもうどんなことあっても死する、守ろう。
長崎、I meet you. You can say in Japanese. 僕がもう一人おればね、この男に会いたい。僕がもう一人おればね、このテレビに映った人間に、僕だけどね、それ会ってね、もっと話したい。ね。いやー、もうこれはね、人は分かんない。俺、スペインはなお分かんない。遠いしね。で、こう、環境分かんないからね。日本人でも一人も分かる人いない。みんな、時々、テレビとか、ブックリポライターとか、あそこに来たけどね。みんな分かってない。誰も分かってない。アバロ、カトール抜きにして、アバロオンリー。アバロ、オッケー。アバロ、I love アバロ。オッケー、サンキュー。